こんにちは、ライテリス 100% の就活塾、吠えた匠の竹内です。今日の質問はこちらです。就活をしていると、うちは体育会系の会社なので、とか、あそこは体育会系だから、という話をよく聞きます。体育会系の会社ってどういう会社なんですか？体育会に入っていないと入社できない会社という意味ですか？こちらに回答していきたいというふうに思います。体育会系の会社は一言で言うと、体育会っぽい企業文化の会社ということになります。ただ、体育会に入っていないと入社できないというわけではありませんので、そこは安心してください。体育会っぽい企業文化というのは主に3つあります。1、上下関係が厳しい。2、気合や根性が重視される。3、飲み会が多い。この3つです。一つ目ですが、上下関係が厳しいです。部活動をやっていた人ならわかると思いますが、部活や体育会の場合、1年でも先輩だったら、先輩の言うことは絶対という雰囲気があると思います。後輩は掃除や玉拾いなどの雑用をするのが当たり前、先輩には挨拶、礼儀を大切にという雰囲気のことです。体育会系の会社では同様に、後輩は先輩の無茶ぶりに応える、夜中でも呼ばれたら飛んでいくといった文化があることが多いです。二つ目に、気合や根性が重視されるということです。効率よく、要領よく仕事をこなすというよりは、気合や根性で量をこなすことが評価されます。営業で言うなら、100件、200件電話をかけたのか、睡眠時間を削って接待ゴルフに行ったのか、といったようなことが評価されます。三つ目に、飲み会が多いという特徴です。これは先ほどの二つにも関係していますが、先輩や顧客に、おう、飲みに行くぞと言われたら、絶対に断らない。2軒目でも3軒でも場合によっては朝までですね、はしごをして最後まで飲みに付き合うというような文化があります。以上3つが体育会っぽい雰囲気の会社になります。結論を言えばですね、中高や大学の体育会などでスポーツをバリバリやっていた方にはお勧めできますが、そうでない学生には合わないのでやめた方が良いと思います。そういった学生ですね、風通しの良い社風やホワイトな職場の方が合っていると思います。そのような会社で自分に合っているところが知りたいという方は、ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。毎月20名限定で開催しておりますので、お早めにお申し込みください。では今日は以上です。ありがとうございました。